51年目にして39回目の挑戦にして初めて歓喜の時を迎えます。土方が笑顔を見せた。右腕を突き上げるガッツポーズ。さあ会心のレースを続けた若いチームがこれからさらに飛躍を遂げる。創部51年目ホンダ初優勝。ホンダがついに頂点に立ちました。どんな気持ちで見てんの？いやでも嬉しいです、はい、やっとなんです、はい、ずっと優勝って言ってたんで、うん、やっとそれが叶ってよかったと思います。自分が痛かったみたいなそんな気持ちはないです、ね、いやこれもやっぱ実力不足っていうのがあるんで、また来年この舞台に立てるように頑張りたいと思います。走りたくなったし。まあ見てると駅伝はやっぱ楽しいなって、はい、感じます。みんないい顔したから。はい。ありがとうございます。はい。また来年。はい。駅伝はやっぱ楽しいなって、はい、感じます。